いや、まあ自分がやるべきことは変わんないし、まあ、チームにとって必要なことは、ね、言っていくし、まあ、ただやっぱりこう若い選手がこう若いというかまあ中堅ぐらいの選手がこうメインでキャプテンで副キャプテンになって、まあ、本当に、まあ、荒野とかはね18歳ぐらいから18の時から一緒にやってて、すごい感慨深いですよ。やっぱあいつがキャプテンとして、やっぱすごい人間的にもね、海外から帰ってきて、すごいこう一回り大きくなったなっていうのは感じてたし、まあ去年とかもね、個人的に多分苦しいシーズン、帰ってきてからも、ね、苦しいシーズンが多分続いてると思うけど、荒野なりに。けどこう常にチームのこと考えてやってきた姿を見てきたし、まあ、エスパルスっていうのを、まあ、一番理解している選手だと思うから、まあ、あいつなりのキャプテンとしてやっていけるようにサポートしてあげたいし、はい、常にあいつの味方に立って戦って1年戦っていきたいなと思います。よーさらだよ。キャンプスから、まあ、最初ちょっと怪我して練習できなかったんで、楽しいっす、サッカーみんなとやって、まあ、あとコンディションちょっと上げてって感じですね。まあ試合もあるし、みんなで合わせながら、まあ、いきなりうまくいくと思ってないんで、まあ、お互いの良さを引き出し合いながらいいキャンプにしたいなと思います。まあ、大きくやることは変わんないと思うんで、まあ、監督が変わってないから、やっぱり逆に言えばそのやることが選手たちが分かってるからこそ、そこの精度を上げていくことが大事だと思うし、やっぱり、なんて言うんだろう、たった得点1、勝ち点1ってなるけど、それがめちゃくちゃ大きいっていうか、シーズン終えたらそう感じるけど、シーズン中にどれだけその意識でやれるかっていうことが大事で、そこまでこだわって一試合をこなせるかどうかっていうところは大事になると思うし、まあ楽なシーズンにはならないと思ってるんで、一人一人がそういった意識でやることが大事かなと思います。そうっすね。まあでもシュートはより意識してるし、まあ自分が決めるっていうところは去年以上に持ってて、まあ去年自分が感じた課題の部分でもあるんで、はい、まあ、もっとよりゴールを目指すっていうところもそうだし、チームとしてそのゴールのパターンを増やすっていうところも大事かなと思います。いや、まあ、もちろんね、コーとか強みを生かしたゴールっていうのは必要だと思うし、まあ、それぞれの特徴があるんで、まあ、ただそのチームとしてよりこう連動してゴールを奪うっていうところだったりとか、まあ、お互いをこう生かし合うプレーっていうのはより出るかなと思います。声を出していくことと、まあ、お互いの特徴を理解してお互いに引き出していくことがすごく大事になると思いますし、選手も多く入れ替わって、まあ、個人的な感覚としてはこうベテランの選手というか、まあ、竹内君だったり、まあ、そういう選手いなくなって、シーズンを戦っていく中でどんどん成長できるようなこうチームになっていければいいのかなっていうふうに思ってますし、まあ、もちろん開幕戦勝つことで、そこから勝ち続けていくことっていうのは結果としてもちろん求められますけど、そこがピークではないし、まあ、若い選手も増えたし、まあ、そういう選手たちが成長しながらシーズンが終わるときに自分たちが今年一番いい状態っていうのに持っていけるようなチームになればいいなと思ってます。まあ、でも竹内くんの存在のデカさっていうかっていうのは
多分すごく理解してる方だと思うし、チームの中で自分自身が、もちろん多分去年もプレイヤーとして悔しい思いしてたりとかいろんな気持ちがある中で、ただそういった部分を出さずに、チームにいい力を与えてくれてたと思うし、まあ、竹内くんほどできた人間ではないんで、まあ、竹内くんみたいな、ね、こう振る舞いをこれから、なんていうんですかね、同じようにはできないけど、まあ、でもああいう先輩を見てきたからこそ自分が感じることとか、どういうふうに自分がこれからなっていかなきゃいけないというかっていうところはすごくこう、なんだろう、背中で見させてもらったなっていうイメージはありますね。リーダーシップの一つの形なのかなとかってどうなんですかね。まあでも、まあこう人を見るっていうか、まあそういうのは好きだし習慣化してる部分もあって、まあなんか今ちょっとこいつなんて言うんだろうな、なんか感じてるんだろうなとか、まあ、そういうのが気づけば、話を聞いてあげたいし、で自分が苦しい時は味方に支えられてっていうのがチームだと思うんで、まあ、いい時はみんな当然気分も良くてこう何をしてもいい気持ちになると思うけど、苦しい時にこう何ができるかっていうか、だからそういうところも、まあ、竹内君もそうだし、まあ、いろんな先輩たちを自分が見てきてなんか感じる部分もあるんで、まあ、自分が若手の時にまあいろんな感情になった時にやっぱ声をかけてくれた先輩がいて、それが自分の助けになったこととか、やっぱり自分がしてもらったことは人に返したいなっていう感じですかね、はい、まあ試合に絡めない時、まあもう1年目とかそういう時もあったし、まあそういう時にまあ話聞いてもらったりとか、もちろんチームとして結果が出ない時に自分がどうするべきかとか、まあ、そういったものもやっぱり自分自身で考えることもそうだし、客観的にヒントをもらってっていうところもやっぱり大事だと思ってて、まあ、一人では何もできないし、まあ、サッカーはチームスポーツなんで、まあ、そういったところで、まあ、自分は若い時にやっぱそういううまくいかない時にやっぱイライラしたりとか、まあ、今でもそういう時はあるけど、まあ、感情的になってこう良くない方にこう気持ちがいっちゃうっていうことが多かったから、逆に若手とかでそういう感じのやつを見ると、あ、なんか一言かけてあげた方がいいなとかっていうのは思ったりはしますね。まあ、してもらったことはちゃんと自分の中で覚えてるし、まあ、もちろんね厳しいことを言われる記憶とかもたくさんあるし、若い時とか、まあ、ただそれもやっぱ言われなくなったら終わりだから、言われているうちが花じゃないですけど、もっとできると思ってるから言われてるだろうし、だから自分も厳しいこと言わなきゃいけない時はやっぱ言うし、そういったところをちゃんと伝えていけたらいいなっていうふうに、そこをやりながら自分のしっかりプレーをやりながらっていうところをうまく両方、できるようにしたいなと思います。まあもう自分のところは、もう何があっても1年しっかりまず
やり続けるっていうところはやらなきゃいけないし、まあ、イバ君もそうだし竹内君もそうだし、まあ、ノリもそうだし、もう、ね、そういった話とか、まあ、タコウさんもそうだし、そういった話をねこう、まあ、去年とかもいろいろ聞いてもらったりとかしてくれてた人たちがいなくなって、うん、まあけど多分竹内くんとかもそうだけど、そういう苦しみを自分の中でこう消化してこうやってたんだろうなっていうのはすごく感じるから、うん、でそれを押し殺して多分若い選手とかにこうやってうまくやってあげたりとか、だからすげえなってやっぱ思いますね。うん、うん、まあこれがサッカーだなっていうか、うん、いくらいい選手が集まってると周りから評価されても全ては結果だから、うん、結果でしか評価されないしっていうとこですかね。いかにチームとして一人一人が強いからいいんだったら個人スポーツでいいじゃないですか。でもチームスポーツだからそうじゃない現象が起きて、だからいかにチームが一つにまとまって同じ方向を向いてやれるかとか、厳しい時に団結できるかっていうところが出たりとか、なんか見えない何かがやっぱ働くっていうか、なんかそういうものはやっぱあるのかなっていうのを感じましたね。いやどうかな、向いてないかな。だから結局チームスポーツはなんだろう、そのイメージの共有とか共通意識とか同じことを想像するっていうか、なんていうんだろう、それが気持ちよさでもあるし、けどそれを共有できないと、まあ、さっきも言ってたけどもどかしさもあるし、うん、まあでも一人で やることじゃ味わえないものがチームスポーツにもはあると思うし、まあサッカーそうっすね、うん、面白いし、そういうストレスとか含めてサッカーだなっていうのはもう今は理解してるし、それを含めてうまくいった時のがやっぱりこうあの感覚が忘れられないじゃないですけど、まあそういうのはやっぱありますね。まあもう本当に結果出さないと、まあ去年も本当に過去最低成績なんで、うん、それを過度に重みに感じる必要はないけど、事実として一人一人が受け止めてやらないと結果はついてこないと思うし、本当の意味でやっぱ覚悟を決めて やることが必要になるんじゃないかなと思います。